タクのベストボディジャパン出場のため富山県に来たイビスジャパン。3ヶ月間死ぬ気の努力で体を仕上げ、ついに大会当日。今回の出場者は10名。タク、あとはやるだけだ。結果で示してこい。ちなみに他のメンバーは全員2日酔いです。おはようございます。こんにちは。おはようございます。大会当日だね。2人ともなんかすごい眠そうで、あの、飲んでました。飲んでました。すごい人がまたすごい人欲しかったんで行こう。多分こっちっしょ。あ、じゃあ圧倒的にこれでお茶室は減量にせよ。確かに。いや、絶対待って、これで間違ってない。何だ。駅の向こうさえってそう。よし、熱いぞ。熱いな。本日の会場はこちら。やはり富山は盛り上がっております。こんなタワーで繰り広げられるなんて誰が予想できたでしょうか。僕です。こいつハイになってやがれ。酔っ払い天使天井天下ゆりの特捜。あ、これ五条さん、これです。ははそうかもな。ありました、ありました。さあ、タグがもうここから中入っちゃうから、ここで一発エンジンかぼしビビらしとかないと。俺の声量見せつけてやるか。そうだ。エミさめえ、握ってんの。お前が一番好きな県どこ。富山県。よし、エンジンアップ。つかん。いや、やめたっけ。まだ行く。常識だよ。じゃあ、大きい声なんて。でも友情は大事。その通りだ。よし、よし、よし、よし。エンジンアップ。スゴー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 。ファミリー。タクイッチゴール。まあ、まだだけど。ファイト、イントロしてくるわ。エンジンアップ。見たことありますね。あ、話しかけちゃダメだ。集中モード。精神統一って言ってたっけ。集中してます。なるほど。ゾーンに入ろうとしてますから。ゾーンってご存知ですか。おい、お前父ばっか見るな。見るな。ただだけど。ただじゃねえんだ。今からチケット買いに行かないと。行くよ。じゃあ会場入りますか。お疲れ様です。お願いいたします。じゃあ、バイバーイ。いや、いいですね。はい、じゃあ次のポーズお願いいたします。バンダンダンダン。じゃあ次のポーズお願いします。OK です。ありがとうございます。OK です。OK 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 です。ありがとうございます。続きまして、ミドルクラス選手の入場です。よっしゃ。本当に俺の友達。あの、うちのメンバー。あ、マジで。めちゃくちゃいいじゃん。タイトポーズ。入れなよ。ラスト。いいよ。続きまして、ウォーキング審査です。6番ラグバー。めっちゃいいんじゃん。予選が終了です。予選終了。お疲れさまでした。お疲れ。めちゃくちゃ良かったね。すごいわ。なんとかなる。前と見てもなんとかなるかなって思うんだけど、バイクが23人。確かに大きいやつだね。でかいやつだな。お前綺麗結構。体の部分で。あ、そうなんだ。だから綺麗で言うと一番綺麗で、でかいやつもあって、結構みんなファンもしてる。おお。でまだファン肉が取ってるから。あ、そっか。そう、今からちょっと飯食って、1時間前ぐらいからガチでパンプして、今ね、筋肉張ってないんで。おお、まだ、まだ引き出してないんだよね。まだ予選で運動してる。じゃあ一旦お疲れということで、決勝進出おめでとうございます。おめでとうございます。パンプのタックを見に行きますか。おーえでかくなった。でかくなった。でかくなった。マジででかくなった。おっぱいはさ、こういうように6番の声、これ表情が硬くなっちゃうから、6番に超えたら笑える。
ごくない？ステマステマで行こう。ステマしよう。いけるぞ。いけるいける。それいい仕上がった。頑張るわ。決勝で、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 決勝で。続きまして、ミドルクラス選手会で。はじこがされた。やっちゃった。こう、チェンジ、タイムチェンジ。またして。それでは、ミドルクラスの企画審査に移ります。審査がやや難航している模様です。皆さん、頑張っている選手に、もう一度大きなエールをお願いします。負けろー。それでは、ミドルクラスのファーストコール、お呼びいたします。9番。おっしゃい、来い。8番。6番、以上の得点です。真ん中や。6番、来いよ。それでは参ります。フロントコース、サイドコース。いいね。フロントコース、改めてお呼びいたします。7番、4番、6番、よし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 。9番、2番は、それでは参ります。フロントコース、3位までが全国大会行けるんで、もう全国大会が勝ってなくて、印象が準優勝なんだけど。そうだね。お、大会、お疲れ。ありがとうございます。素晴らしい結果です。この間にファイナル残りたい。もう終わりってことだよね。待って、表彰式、表彰式で1位、2位だけ。あはは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 。炭酸コーラとレッドブル、炭酸飲みたい。買ってきました、コーラとレッドブル。うまそうに飲むんだろうな。喜んでる喜んでる。もう笑みがこぼれてる。おー、やっと飲める。細胞が読めお前やめろ。うわ、脳に行き渡ったね。すごい。2時間ぐらい待たないといけないの、ここから。いや、そこまで優勝したい。ちょっと分かんないね。うん、一安心だわ。マジでお疲れ。待ちますか。表彰式を待ちましょう。それでは発表します。第5位、2番、横内和馬、180点。第4位、7番、佐藤純、210点。第3位、8番、村野雄平、240点。そして準グランプリは山本大也、270点。流行るグランプリは6番、小橋拓、300点です。おめでとうございます。グランプリの皆さん、大きな拍手。
マジでかっこよかった。かっこよかった。マジ気持ちいい。気持ちいい。優勝だ。すごい、すごい、ね、やったね。やった。結構強かったよね。強かったね。ここまでの動画、最後にマジで結果出したいって言ってたんですよ。ブレイキングダウンとかさ、チャレンジして失敗してるからさ、うん、そうだ、チャレンジした時の熱量を上げたいみたいな話をして、うん、期待応えられたみたいな。応えられたね。さすがに。いや、久しぶりに MZ 勝ちました。そうそう、久しぶりに勝ちました。ありがとう。さすが。勝負勢。勝負勢。しっかり1位。勝負勢。気持ちよく食べれるね。気持ちよく食べれる。食べますか。食べましょうか。さすがに。スイート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 ありがとうございます。ありがとうございます。これです、この状態でタック君を30分待機させてます。タックちょっと食べたいんですけど、ちょっと編集うちのリーダーが頑張ってるんで。いやマジね、どれからいく。好きなのがいいです。いや本当ね、ちょっとじゃあ先人から試していただきたいアドバイスはいいですか。一発目スイーツやばいかもしれない。あ、そうか、ケイスケは照り焼きからもう決めてて、もちろん美味しかったんだけど、超えてきた瞬間があったの。それは俺カスタードクリームだった。ああ、なんかもう脳がピシッ。え、じゃあカスタードじゃないけど、いや、いいと思う、いいと思う。スイーツ多分もうタクおかしくなっちゃうと思うから、スイーツから行こう。もうこんだけ我慢したら行っちゃおうか。行っちゃおうか。似合うな。合ってんじゃない。合ってんの。脳早い打ち切れそう。いただきます。おっ、明らかに落としたよね。吐きそうになってる。わかる。言葉出ねえんだよな結局。やばい。いっちゃっていいよ。あ、いたー。おお、大きい大きい大きい。いや、俺ね、タク結構叫ぶ系だと思ったけど、思ってたね、やっぱ。やばい、やばい。あの、脳に宇宙が。やばい、ギャラクシー入る。うん、やばい。俺ね。やばい、やばい。ようこそようこそ。一度僕はでも今経験できないですけど、うん、綺麗だな。ナゲットがね、案外良かったんだ。これさ、景色が水代わりに使う、うん、ナゲット。もう砂掘るみたいな感じ。うまそうこれ。でもまあ、おいおいおい、慣れしんだね、うん、慣れしんだ。慣れしんだ。歯が好き。マグラですね。笑顔系な。ロングタイムの惜しい。久しぶり。どうなんかよ。レグ塩豚と。ああ、うめえやつだ。そんだけでいいんですか。ちょっとちっちゃいじゃないですか。あ。これいくら。これいくらっすか。700円。ウーバーで。ありがとうございます日本。もう素晴らしい。これバーガーとか行ってみる。そろそろ一回ね、甘いのをね、甘いと思って。これシュークリームなんですよ。やばいぞそれ多分。いいっすか。何今年シュート。いったー。そういうパターン。そういくんだ。そういうパターン。あー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 、バナナが入ってる。ええー。
サプライズ。うまっ。分かった分かった、俺が解説するわ。今うまいじゃん、75倍うまいぐらい。75倍。マジ想像のつかめ。悔しい、ちてー、もう出る。ここで立ち回りを見せるわけで。じゃあプリンいただきます。プリン、プリン、マスター、これって何？キャラメルじゃない。喜っ、喜ぶ。そっち系だ。やばいぞやばいぞ。飲んじゃった。さっきからコキコキ。マジうまい、柔らかい。本当に柔らかい。あ、そうなんだ。喜っ。入ろうとしたいけんじゃね。再現してたね。うまいぞ、うまい。これこれやばい。こんなこんな、マジ日本に感謝。感じてないかもしれない。もうボケに夢中。味わえてくれじゃん。してよかった。よかったね。こんなにやったの初。うん、この期間も初だし、自分に甘えないでやったのも初。これって例えば、うん、原料って夏までに絞ろうって思っても、うん、まあちょっと楽しい時とか、うん、たまにワンスイーツとか食べて、うんうん、でそれを翌日にその分ランニングして、うん、みたいなことするタイプだったじゃん。それはなかった。甘えがなかったね。確かに。じゃあ過去一うまさを感じれるってこと。うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯しようぜ。乾杯。え、いいんですか。久々なんじゃない。おめでとう。お疲れ様。おめでとう。ああ。なんか立ち上がった。酒がうまいよ。確かに。確かに。そうだね。今日は祝いだもんね。祝いだね。俺こういうのしたかった。あ、そういうことね。こういうのしたかった。まあまあまあ。しっかりと頑張る。無償したな。の。なんだろう。パキャスケって言います。思い出に残るから、俺らとしてはね、楽しい。すごい、いろんな感情になる。感情揺さぶられるよ。ちょっとね、タクが優勝したって泣きそうだった。声がね、めっちゃ聞こえた。ああ、声出したね。自慢したくなっちゃった。ガチ！俺ら友達なんですよ。心晴れやか。いや、気持ちよかろう。このなんだろう、達成感、久しぶりだね。本当にね、さっき振り返ったんだけど、いつこういう経験最後にしたんだろうみたいな。野球とかじゃない。かもしれない。優勝みたいなさ、もう何の悔いもないやつ。確かに。そしたら中学かな、中学で県大会なかなか味わえない決めた。そう、優勝自分が投げてみたいな、結構嬉しかったけど、人生の半分以上ぶり中学だったから。15年、15年とか。じゃあめっちゃ気持ちいいとか。くっそ気持ちいい。いや、本当に自分の名前呼ばれなかった瞬間、2位でくっそ気持ちかったよ。シーってやつなんですか。ほんとはごまんって言うんだよ。叫びたかったんだけど、危なげです。クールにみたいな。まあ悔しいじゃん、2位の人。あ、そうだね。確かに。マジで、脳みそパッカーンだった。脳みそなんか呼ばれなかったし。その瞬間どういう顔してたか、もう一回流そうか。いや、意外とクールに決めてるかも。どんぐらい予想えてんのか。準グランプリは4番山本拓也270点。え、渡りたいと思う。まあ悩みだよな。まあ今日はやっぱ決まんないよね。まず日本大会に今年出るかどうかっていうのがまあちょっと悩んでて、期間的な問題もあって、まあ正直8月9これも決めてる、9月10月2ヶ月の絞りでまず間に合わない気もする。でもあるし、子供生まれるから。確かにね。そのメッシと大変。今年を出ないって選択したら、まあ来年調整しようかなと。もうなんか正直本大会の切符はなんとかなるんじゃないかっていう。なるすげえ。実施しろ。地方で優勝ってなるとまた、まあそんぐらいやるってなったりまた絞ると思うんだけど、なんか今回と同じぐらいは、優勝できないかもしれないけど、まあさすがになんか
そんぐらい頑張ったら3位にはなれるだろうみたいなのがあるから、うん、で、来年の日本大会、ちょっと今年はね、どうだろう、が来年かな、確かにね、もう飛び越えて、フィジークとか、じゃあね、総量でちょっと体がでかくなって、うん、もうベスボじゃなくて、フィジークで戦える体になってれば、ちょっとそっちとか、選手や、選手や、胃の中のマッチョからちょっと卒業したんで、ね、確かに、正式マッチョ、ハグがついた、ハグがついたから、ちょっとそういうとこでも頑張っていこうかなと、プロポスを上げていこうかなと思いますね。もうタグ所詮趣味だろって言えないなんか言ってたなみたいなゲストがそう出るってなって禁酒してた時にあそうだタクもなんかいや俺も酒飲まないいやお前趣味だろそうだそうだそん時だお前はもう言えないもう言えないあ始まった意識がさっき諦めてたやんもう俺筋トレやめようかなってあまりにも遠すぎるって言ってたやんどうしたのケイスケの時も言ってたよいつもよし、追い込んだ追い込んだでもなんかタクと体型は全く違う結構身長高くてスラッとして不自由な体型の子でめっちゃかっこいいかなと思ってありがとうあ、すごいねそのことずっとこうムービー撮ってこれになりたいムービー撮ったんだ俺待ち受けにするんです変態じゃん怖いって